モーリス・ローイ。現在は、チェコ領である、オーストリア帝国マリー・エンバートで、ユダヤ人の家に生まれた。1841年に、両親は反ユダヤの動きから逃れるために、ウィーンに移った。ローイは、ウィーン天問題の助手となり、天体力学の分野で働いた。当時のオーストリア・ハンガリー帝国は回収しない。 ユダヤ人が重要な職に就くのを許さなかったので、天文大長のカール・リット・ローは、パル天文台の大長のユルバン・ルベリエに紹介し、ローイは1860年に、パル天文台の職を得ることができた。ローイは、フランスの市民権を得た。小惑星や水星の軌道の研究を行い、緯度計測の分野でも働き、コネッサンスデタンの精度の向上に功績があった。 工学の分野でも、修査の提言にも取り組んだ。1872年に、イ度委員会のメンバーになり、1873年に、科学アカデミーの会員に選ばれた。1889年に、王立天文学会ゴールドメダルを受賞。月面図1896年に、パリ天文台の大長となり、天文物理部門を創設した。シャルルルモルバン。 ピエール・ピュイゾーと共に、月面の写真1万枚を使って、月面図を作成し、L ・アトラス・フォトグラフィックでラリューンを出版した。1907年、パリで政府の会合に参加中に休止した。月のクレータに名を残している。小惑星マティルドは、ローイの妻の名前が命名の由来であるとされている。マティルドイコール 1915TN イコール 1949OL1。 MPC2021 年9月5日閲覧。ありがとうございます。